いいと思ったんですが、驚くような、軽装の方が多いようです。日本なら平鈴木でも狙うような荒い杉、まるで野池のバスでもやるような格好で遊んでいます、挑んでいます。私が見た限りでライフジャケットをつけている人は、皆無でした。あちらで一応文化はないです、日本ぐらいですね、ライフジャケット着るのは。基本的には、まあ、船でもライフジャケットは備えなければならないという、規則はございますが、着る必要は全くありません。今もうなんと漁師の親さんたちまでつけるというね、そうするともう仕事になんねえよという、状態になります。で、例えばね、カツオの一本釣りの人たちがダーって船の先端にいっぱい乗っかってますよね。あの人たち来てますか？来てないでしょ、ね、でもテレビで来てない状態で出してますよね、今だけ。ついこの間もやっておりましたけどね、あれ本来は放映できないんですよ、ね、で本来着なくちゃいけないという部分になってきますね。でだから逆に言いますとですね、日本の場合があるんですけども、これがね、またどうでもいいことをやっちゃうんですね。何をやっちゃったかというと、例えば港では着なくちゃいけないっていうルール決めるね、港で着る、港でね、その防波堤の上に上がってこうやるんだったらまあね、着た方がいいでしょうってなりますが、なんと、市場でも着るんですね。バカでしょ、お前市場で働いてる人たちが魚並べてやってる時に、テレビの来た人たちはみんなここにライフジャケット着てこうやって、いや、いい魚いますね。おかしくないかい、ねえ、おかしいでしょ、ね、船が着きますよね、お父ちゃん帰ってきますよ。そうすると魚、お母ちゃんが来て、お父ちゃん今日どうだったんよ、お母ちゃん丸だよと、ね、魚がそこにこう上がってきたやつを木箱にこう詰めて、氷を入れて冷蔵庫に入れるんですよ。その作業の時にライフジャケがいるのかい、ね、ある人がね、落っこったんですよ、川で釣りやってて、で、の偉い人ですよ、ね、もういないんですけど、その人落っこったんですよ。だからこれはもうバスも何も全部つけようって言って、おかっぱにも全部つけるような形になってきたんですね。 でも面白い、全然バスの連中はつけろよな、でもトラウトはいらないよってことなんですね、あれ、ね、もう一つありますけど、よくシーバスのお兄ちゃんたちが、バカみたいにこんなに、ね、ここにもともと浮力帯がついてそこにケース入れるから、こんなよ、こんなになって思って、あんなにいっぱい入れてたら浮かねえだろうっていうぐらい、ね、こうやってやってて、あのライジャケって結局桜印ついてないんですよ。でうちのやつってちっちゃいやつで簡易的なものですが、こういうやつね、砂浜で釣りをするのに、それつけたら、マさんそれ以上入らないで、なんでマさんとこのやつはダメですよね、それはライジャケットして、なんかああいうシーバスっぽいやつじゃないとダメですよ、あれはね。日本では、全くライフジャケットと認められてないんです。フローティングベストというやつです、ね、磯で使ってるおやすさんたちのやつも全部フローティングベストであり、あれはライフジャケットではないんです、ね、僕らが使ってるのは水に入ってポンってやるとバーンって広がる、ね、でオレンジ色のものが出てくるライフジャケット、しかも桜印のマークがついてます。タイプ A、B、C、D、E ってあるんですが、一番トップのやつで A ランクというのがハンコでついています、ね、でこれがライフジャケットということで認めず、フローティングジャケットは OK ですよ、ふざけんなってことになるわけですね、ね、だからそれっておかしくないか。でこの間伊藤の時に、どうすんの俺、うちのやつダメなのって言ったら、いや補充さん全然 OK ですよって、お前さ、ついこの間までダメだって言ってたくせにね、でうちのだって桜ついてんだけどさ、桜がダメだって言われたけどさ、またダメなのかいっていう話をしたら、うちのは OK になりました。あ、ね、
日本の、 あの釣りの雑誌の海の雑誌見てるとね、何でもかんでもライフジャケットで、だからもう用紙が変なんですよ。オーストラリアの釣りの雑誌とか見るとね、ビキニのお姉ちゃんだらけですよ、船の上は。でビキニのお姉ちゃんが普通にこうやってこうカジキ釣ったりなんかしてるんだよ。でそれが普通で、僕らはこの間カジキやるときにですね、船長たちとかスキッパーと言われる人たちは日本のでテレビで映すんで来てください。で向こうの人たちからふざけんな、なぜ仕事できないだろう、ライフジャケット着てると。で僕らはすごいスピードで動き回るんだと。こんなものがあったら、もう特にねライフジャケットの中でこう首からこうやるなんでしょ、そうするとね、あんま熱いところでやるとここ押さえつけますよね、押さえるから中に空気入らないんですよ、熱射病で倒れちゃうんですよみんな。だからそんなことになるから我々はつけないとね。じゃあ腰巻きはって、腰巻きってあるすぐポコンと落っこちるんですよ、下にスルンって。いろんなメーカーのやつが、うちの落ちないですよ、言っておきますけど、うちのは落ちないけど、あのシマノのやつとかポロンと落っこっちゃう、ね、そうするともう足この辺にラジオが来てこうやって歩こうとするからそれ倒れちゃうんですよ。だから危険が危ないんでつけないっていうことになります。だから何か何までつけりゃいいってもんじゃないよというのは、僕らもその昔、BASS ではエンジンをかけてる時だけ必ず着てなくちゃいけないっていうルールがありました。日本の場合にはそれはまだありませんでした。僕らの日本のテレビでやる時には、走ってるエンジンをかけて走ってる時には僕だけ着てたんです。俺は BASS と同じルールでやろうと思って、でそれで着てましたね。エンジン切ったらもう脱いでいいんですよ、ね。で今度脱いでやってると、村田は脱いでやってる、まあ、今は着なくちゃいけないんですけど、昔は着る必要がなかった、脱いでやってるっていうんで、ね、文句が来たりするんだよ。でところが釣りロマンやなんか のテレビ東京 であれば、着る必要ありませんよと、そういうルールですからということで、ことはちゃんと言ってくれるんですが、で会社はですね、あすいません、でなんか自分が悪いことやってみたかも、ね、皆さん来てくださいってふざけんなよって、なんでお前らそんなタラのちょこっとしたクレームをね受け付けんだよっていう世界で、ちゃんとみんな話してくれよって、つける必要はないんだけど、村田はじめはエンジンの時だけは来てもつけてますよと言ってくれりゃいいじゃん。この話するともう長くなんですけどね、そんなこんなです、基本的には、向こうではつける文化というのはございません。日本ぐらいです、ね。で韓国だとか、中国なんかは今日本の文化を見習って、そうすればおめえらライジャケ売れるぜっていうことで、やってライジャケ売りつけてます、ね。そういうこともあるということでございます。着用する文化自体がないのです。はい。